じゃあさささささと始めていきます。スタート。はい、では感想戦いきたいと思います。11試合目です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お右見ればいいんですよね。そうですね、こちらの画面を見てください。多少の心得はある。さて試合の方、見どころは、サンハイスラー、ジャックオーナーサンハイスラーに対してファーストのドリル、これに勝つ瞬間の説明と、この11試合目を見て感想をお互いに言い合ってください。お願いします。はい、やっぱジャック側はファースト止めたいのでサンハイを使えるっていうのが、こう上からにも使えるんでやっぱサンハイを強めに置いていくんですけど、まあ、もちろんファースト側もそれを咎める手段がいっぱいあるんで、結構いっぱいサンハイを打ってるんで、勝ってる時負けてる時見てますね。はいはい、今装填でサンハイ潰そうとしたんですけど、まあ遅いとああやってなっちゃうんで、まあ、よくある。難しいですね、感想戦もこれね、やっぱ試合さっき見返してたんですけど、あ、ここですね、今の3回ドリルに勝てるんですね。あ、こっちの出し方が遅かったり早かったりするとドリルに負けちゃうんですけど、おう、失礼、離れてね、離れて。3回はやっぱり結構こうやって負けちゃう時が多くて、2番とかもね置いて負けちゃうんですよね。なんでそうそう、こっちとしては前ジャンプが、今の試合ではなかったですけど、まあファースト側は多分一番リターンが多いのはあのジャンプ D、 ジャンプ D ですね。まあ俺の反応だとちょっと見てから3敗を止めるっていうのが難しくて、なんであれがやっぱ一番リターンがでかい。はいはい、そうですね、ジャンプ D、 あと潰すのが簡単なんですよね、前ジャンプ D が、ね、だから結構前ジャンプ D で相手が3敗してなかったら、まあ、対空ずらしが豊富なんで、そこからそのなんだろう、フォローが効くし、とりあえずジャンプみたいなのは結構やってましたかね。ファースト側もその対空ずらしあるので、こっち側としてもやっぱり 2S を、 2S は2S と前パンが隙がでかいんで、あんま振りたくないんですよね。そうですよね、だから結構その落とそう、ちゃんと落とそうとするとジャック側がそのもう前飛び読んで結構空対空でジャンピーとかしてとかになるんじゃないかなと。当然サイドの方多分俺も面倒くさいんでジャンプ K で触りに行った。あ、 K か、そうそうそう。あとジャック側がこの前ジャンプに対してダッシュ3回とかを振ると潜れるっていうのもあるんですけど、まあそうですね、ただファーストのジャンプ D は潜れなくて、ね、トリキャンとかもあって、うん、ああ、ああ、ああ、はいはいはい、そうですね、ドリキャンとかでそのくぐりに対して手前にその落ちるようにするとかできるんですけど、今日それやろうとしすぎちゃって、そのなんだろう、サーバントがいる状態で飛び込むことがすごい多かったんで、まあ、ハイジャンプ、ダッシュハイジャンプしてるところをもうくぐられちゃったりとかしてたのが、まあ、もったいないポイントだったかなと思いましたね。なるほど。あと3回地上戦でもジャックの3回はすごい通用するんで、なんかファウストが勝てるのが本当タイミング見た装填ぐらい、装填とあと先出しに入った先出しに入は負けちゃいやすいんで、あんまりやらないですね。お、垂直ジャンプのドリルとか前ジャンプ D とかですかね。あと今回あんまりやれなかったんですけど、ちょっと前ハイとかもやろうかなと思ってて、その3ハイに勝つのとテイクダッシュ、テイクダッシュとかにもカラオケみたいな
とか、まあ、なんかそういうのにフォローが効くかなと思ってたんですけど、あんまりやれなかった。中距離でマイハイ振るのは怖いですからね。そう、マイハイでゲージがあるときにやれば、相手が下がってたら帰還するとかも一応できるんで、ちょっと強いかなって思ってたんですけど、試せずでしたね。ですね、こちらもこうファウストに当たるか当たらないかギリギリの位置でやっぱマイハイ振るんで、そうそうそう、そうなんですよね。ファウストのそのなんか距離的には円 S が当たるぐらいの距離で3回するかどうかみたいなのがあって、そこでマイハイを振るのはちょっと怖かったですね。あんまりできなかった。で普通のキャラでは、あのファウスト以外のキャラだとダッシュ下段直下っていうのが多分対策なんですけど、ファウストだと多分走っちゃうと当たっちゃうのかな。そうですね、判定がでかくなって。あ、でもダッシュ FD とかでめり込みガードはあの意識はしてたんですけど、なんだろう、弱光戦すごいなんか意識することが多くて、あんまりなんか頭が回ってない時があったかな。やばかったのが、目の前にジャンプ台があるのに、あのアイテムずっと投げようとしてて、シャガパン前パンをね一生繰り返すっていうあのシーンがありまして、でそれをまあやりながら自分で、あ、動く、なんかいろいろ考えすぎてて、なんかできなくなってんなと思ったりとかしましたね。そうですね、まあ、や自分は操作してる側なんですけど、やっぱジャックを相手に10戦は相当疲れるのではないかと思いますね。やってるこっちも疲れてましたからね。そうそうそう、本当ジャック戦は見るとこすごい多いと思うんですよね。相手の体力、ゲージ、バースト、そうなんですよね。こっから家が結構その多くて、であとはあのサーバントもうちょっと殴った方が良かったかなと思いましたかね。走ろうとしてあの K サーバントに止められて、 P かな、 P とか K のサーバントに止められてることが多かった気がするんで。そうですね、投げさんがこのサーバントをさばくのがうまいんですよね。自社のしゃがみ状態には T サバが当たらなくて、はいはい、あとしゃがパン出してる時とか当たらなくて、そうですね、そううまく攻撃のタイミングに合わせて出すとか、あとは囲まれてる時に 2K を押すと全部殴れるの。そうそうそう、でその 2K はこっちもやっぱ 2K 円安先端ぐらいしか勝てなくて、ちょっと発生が遅いんで打つの怖くて、そのうちにサーバント壊すっていうのが結構うまかって、やられてて嫌でしたね。そうなんですよね、結構その、まあ、2K とタッチ K で壊しやすいんで、まあ、もつれた時とかにね 2K で触っ、とりあえず暴れて触ったりとかもたまにできるんで、縦のサーバーとか前にいる時はなんか 2K バリアみたいな感じで、あ、そうですね、そうですね、サーバーとか後ろにいる時は多分後ろから殴られちゃうんですけど、これやられて、あーもうどうしようってなって、ここで家持ったら円S飛んでくるんじゃないかみたいな感じで、そうですね、家持ちに対して円S とかあって、まあ、結構やる前に思ってたのは、円 S とか2杯とかリーチ長い技があるから、いろんなとこでその弱光側を意識する技増やしてみようかなって感じで。そうですね、そう、そう結構何回かありましたね。円 S 怖くてビビってたらもう 2K 連打してて、そうそうそう、家とサバがなんか全部壊れてたみたいな。そう、なんかだから結構弱光側にもいろいろ意識させることを増やしたかったかなっていうのはありましたね。こんなもんすかね。多分言い出したら多分キリがなくなっちゃうと思う試合流してもらってるから、なんか思ったら、思ったこと言いますか、うん、はいはい、あ、結構ブリッツ取られましたね。とかもう投げさんの場合も信用しちゃって、ブリッツは単発ブリッツと思い込んで、ね、ダッシュで踏み込んじゃってたんですけど。そうなんですよね、ためブリッツあんま使わないようにしてて、単発ってかためブリッツするとサーバントがいっぱい殴ってるから、ジャック王がその確認する時間が長くなっちゃうんで、距離置かれたりとかしやすいんですよね。もつれた時とか相手がその崩すために近づいてくるなと思った時にやるようにしてるって感じですかね。今のレレレうまいっすね。ムキーってなってました俺こいつうめえっつってあ、これね、低打には引っかかるんですよね、低打家投げには。じゃあ、最後に
今ちょっと音調整できたんで、多分みんな聞きたいことをしっかり答えられると思うんで、コメントちょっと見づらいかもしれないですけど、何か質問があったら、いくつか、言ってもらって、3つぐらい拾ってもらって、なんか話してもらって、20分から25分に終了したいかなと思います。はい、はい、そうか、コメントを拾ってたんですね。確かに結果的に穴を伏せないな、あまり見ないでダラダラと喋ってしまってたんだけどじゃあ何かあれば、あれば今来たんですけど、終わっちゃいましたか。終わっちゃいましたね。終わっちゃいましたね。あ、何対何でしたっけ。10対7。10対7です。10対7。結構やりましたね。そう、あ、そうそう、だからさっきちょっと話してましたけど、10対5、あ、じゃあ9対5か、はい、になった時に絶対マイクさんもなんかアドバンテージ取ってるから開幕とか強気に連発してくるだろうと思って一生前敗してくるんだろうなと思ってちょっとやってたら、そこだけ勝っててよかったです。ずっと前敗打ちたんですけど一回もシャガパンに勝てるんですけど、ファーストの一回も来なくて、でその後2回ぐらい取られて、もうやめようと思ったらシャガパン振っててこいつってそうそう、そういうちょっとした喧嘩が好きなんで、なんかあれはジャックを使う上で一番意識していること、ジャックを使う上で一番意識していること、そうですね、やっぱり 家ですね。まあ最初はやっぱり家をどう置くか、相手がビビってるのかビビってないのかで、もう家をガンガン置いてったり、逆にビビってないなって思ったら円安を置いて、円安から家を置くみたいな。マイクさんはその見てると家をその無傷で作るのがめっちゃうまいなって思ったんで、うん、試合見てて、そうですね、やっぱ結構負け試合の時やっぱ家を作れてないんで、やっぱ攻撃を食らってでもいいから最初の方は家を置くみたいな感じで、もういきなり家を置いたり、まあ、もしくは相手が突っ込んでくる時に円安を置いて、まあ、円安が機能するキャラにはですね、円安を置いて家を置く。でもちろんその後家を置いた後も相手がこうビビるならもう家を2個置いちゃうとかもおっしゃって、だからなるべく3つ同じとこには置かないようにしてます。あ、まあ、確かに等間隔で置いてるイメージですよ ね、はい、3つ置いちゃうとやっぱ攻め込まれた時全部一気に壊れちゃうんで、なるべくなら 2-1 とかで置くように心がけてますね。あ、考えてんすね。俺のコインとは偉い試合っすわファーストは消しやすい時、レベル1とかだと特に消しやすくて、そうですね、 2K とか2敗、あとチビファーストとかが出た時にかなり家を破壊しやすいんですけど、まあ、そういう固まっちゃうとね、2敗でそのまま全部ダメージ取られちゃうとかあるんで、あと多分一番家画面を見るときはやっぱ家を持つときですかね。なんか家を持った瞬間に画面を見てそのまま投げる、前にダッシュする、後ろにダッシュして投げるとかですね。家はある状態で置き攻めされるか家壊されるどっちが嫌ですかっていう、まあ、基本やっぱ状況になりますけど、例えばもうレベル2の家とかだったらやっぱ壊されたくないですけど、逆にレベル1とかだったら別に壊してくれて置き攻め拒否してくれるなら嬉しいかなみたいな。特にこっちがゲージあるときはその家壊された瞬間に危険をすればもう1個2個作れちゃうので、まあ、逆になんかこうファウストじゃなくてソルとか一発で殺されちゃうキャラにはやっぱ置き攻めは怖いですね、うん、なるほど、うん、なるほどな、レベルによりけりですね。そうですね、あと5分ぐらいですね。ジャックを置き攻めするときなんですけど、結構そのサーバントが出てきて置き攻めできないっていうときが結構あったりするんで、そういう時にダウンオイチしたりとかしますかね。そうですね、できればダウンオイチして受け身狩りをする、そうそうっすね、選択肢、まあ、あとはちゃんと固めをちゃんとサーバントの攻撃を避けられるような固めにするとか、ジャンプキャンセルできる技してジャンプしつつサーバントを、うん、そうっすね、とかもう逆に完全にぶっ込む、あとは投げとか、多分ジャックそういう状況を見てるとやっぱサバが来るの待ってるんでフォルトで離したりとかするんでそこを投げるとか、サイクもダッシュしてブリッツ、サバの攻撃をブリッツしちゃうっていうのもなくはないかなと思います。サバの攻撃後ろから来るのをブリッツすれば前にいるジャックも弾かれちゃうんで、うんうん、誰もやってこないんですけど、まあ逆にそこは多分一番ジャックが投げが決まるポイントだと思います、ね、うんうん、レベル高すぎてもう聞きね、もう引いてしまうんでどうしようかな。なるほどなるほど、どうしようかな。
みんなほうなるほどしかもう言えなくなってきちゃったんでじゃあそうですね、じゃあ、まあ、今日の試合を振り返るのは先ほどしたんで、これから多分明日もマイクさんはお試合休みです、試合休みですけど、投げさんはカリンさんと試合ということで、ジョニーぜひともカリン中の野郎ぶっ殺しちゃってください今日そうなんですよ、今日初めの方、初めの方セコンドにカリン中がいたんですよ。あ、はいはい、気づいたら投げさんの方に来てて、あの野郎許せねえなと悪魔ですねぜひとも投げさんには、僕だから前半戦孤独な戦いでしたよまあ、マイクさんの周りにサーバントがいっぱいいるからいいなと思って、そうですね、気づいたりなくなってきたよって感じ明日期待してます、頑張ってください、ありがとうございます。僕はもう10-0で投げさんを応援してるんで、あまあ、A リーグはもうカリンさんをいかにこう引きずり下ろすかみたいな感じになってる、まあ、小石さんがちょっとね、あもうダメだみたいな感じでやべえみたいな感じで言ってたんですけどもそカリンさんを誰かがね土作ることできればなんか面白い展開になりそうな雰囲気がありますよね。まあ、マイクさんは一度カリンさんのラインを落としたプレイヤーでもありますから、ここは投げさんにも頑張っていただいて、はい、まあ、今日かなりじっくりした試合多かったと思うんですけど、そうですね、明日さっぱりすると思うんで緩急つけてやっぱり試合見れると思うんで、ちょっとね、6年間だか7年間貯めたパワーが強すぎてなんか強すぎてしまったなみたいなセルみたいな状態になってるんですけど、あってなる時があるからあっていうご期待くださいということで、まあそこはね、皆さん対策を見せていただいて盛り上げてもらいたいと思います。ちょっとね、切りはめでね寒くならないようにお投げさんには頑張っていただきたいと思います。頑張ります、はい、はい、じゃあそういうわけで一言ずつまたコメントいただいて終わりたいと思います。感想戦でございました。いや、ありがとうございました。次も頑張ります。ありがとうございました。まあ明日は頑張りますはい、はい、お疲れ様でした。というわけで感想戦となりました。今回はちょっとやり方を変えまして、最初にピックアップしたポイントを見て流して喋って、それから、皆さんのコメントに答えるという形でお送りいたしました感想戦。後半からね、音も、消えてちゃんと聞きやすくなっていたと思います。これはしっかりできたんで、後で様子見に上げたいと思います。ニコニコにも上げるんですけども、様子見早いんでさっさと上げます。というわけでお疲れ様でした。この後の、土曜大会固定3-on-3をよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。